もみの木は残った。山本修五五。郎。四十早いも。あんた年を隠してるねと女が言った。新八は「う,う」んと曖昧な声を出しながらもぞもぞと寝返りを打った。女は後ろから抱きしめ素肌をぴっ り寄せながらだめよ寝かさないよ」と言って新八の耳たぶを吸い乱暴に肩をゆすった「よせ眠いんだ」と新八が言い女の腕を押し放そうとした女はもっと身をすりつけ「本当の年はいくつよ」と言った「少し離れてくれ」と新八は体をもがいた「暑くてしょうがない」 よせと言ったら、よせ、うるさいぞ。本当のこと言いなさいよ。そしたら寝かしてあげるよ。言わなきゃ、こうするから。よせ、殴るぞ。じゃあ言いなさいよ。出なきゃ、私が当ててみようか。ねえ、あんたまだ二十歳前でしょバカを言え。二十歳前よ。わかるわ。と女が言った。あんた二十三だって言ったでしょ私もそうかと思ったよ。今夜で五旅目だから。 はじめは九月だったね。九月の末だったかな。はじめての時いろんなこと知ってるんで、びっくらしてさ。あたしなんか、こんな商売してるのに、聞いたこともないようないろんなこと知っててさ。それがうまいんだもの。憎らしいよ、この人。いえ、ふざけんな。新八は、肘で女を小づいた。女は身を縮め。<っ>と言って彼の肩に歯を立てた。 二度目の何かあたしあんまり恥ずかしくって明かりをつけてもうけなかった悪いったってキリがあるよ年を聞いたら23だって言ったけどあたしはもっと言ってるだろうと思ったよ癖の悪い腰男だってしないようなことするんだもの女はこういう人に見上がりをするんだなって思ってあんたに会うのが怖くなっちゃったよ女はウキウキしていたまだ冷めない興奮が 彼女の血をかきたてるらしい。絶えず彼を抱きしめたり、耳に吸いついたり、手探りをしたりした。なんというやつだ。俺は何という腐ったやつだ。と新八は思っていた。でも今夜でわかった。と女は続けていた。あんたのは教えられたもので、教えられたことを不器用に真似てるだけだってことがさ。 この前の時と今夜でそれが分かったよ。あんた、誰かに教えられたんでしょう。そうだよ。きっとこれがよっぽど好きな人なんだ。あんなにいろんな勘所があるなんて、商売してる私なんかだって知らなかったもの。よっぽどだよ。新八は部屋の中を眺めていた。女の無知で露骨な饒絶を後ろに聞きながら、その狭くて暗い部屋の中を、 更新したた。ような目つきでぼんやりと眺めていた「そこは風呂屋の二階にある長余城で家具らしいものはほとんどなく一方は障子の入り口一方は押し入れ左右は板塀になっている」「初めてそこへ入った時は牢屋のようだと思った風呂屋に遊事を置くことは15年ほど前に禁じられたが」 実際は隠しバイタになっただけでどこの風呂屋にも客の背中を流したり茶を汲んだりする女たちがいてそれらが皆客を取るのであったその風呂屋は道場から差して遠くない相生町にあり新八は9月下旬からもう五度も通ってきていた石川兵庫之助たちと一緒に 明神下の道場へ移ったのは8月で彼は道場の雑用する傍ら兵庫之助から柔術野中又五郎から東法を教えられたどちらも稽古はそれほど激しくはなかったし他の人たち砂山中之進織田内木藤沢蔵之助みな彼には親切だった。 島田一蔵だけは、うさんくさそうな目で見る。口では何も言わないし、格別、辛く当たるわけでもないが、どことなく疑わしそうな、探るような目で彼を見るし、あまり口も聞こうとはしなかった。そうだ、あの目だ。と新八は、心の中でつぶやいた。俺はあの目が怖い。あれは、 俺の少年を見抜いてる目だ。俺がどんなに腐ってるか、どんなに堕落した人間かということを、そこまで見破っている目だ。新八は、うめき声を上げた。どうしたのさ、聞いてるのと女が新八を揺すった。ごまかしてもダメだよ。あんたのやり方は,は、箔がはげちゃったんだもの。教えられたことは知ってても、 その通りに繰り返すだけじゃないのさ。だから初めにはびっくらしたけれど、よたびごたびとなると、こっちが帰ってじれったくなるよ。今夜なんかじれったいだけよ。ねえ。ほんとに歳はいくつなの二十歳前でしょ少し黙れ。少し黙ってくれ。私が出ててやる。十九かな十八かなきっと十八だよ。女は、 手と足で絡みつき、のしかかろうとした。新八は女を押しのけて、乱暴に起き直った。うるさくすると帰るぞ。返すもんかさ。新八は立ち上がった。女も羽を着て、彼を羽がいじめにした。帯を締めていないので、寝巻きがはだけ、超えた肉の熱い女の体があらわになった。よせ。 本当に殴るぞ」と新が言い殴ってよ殴んなさい殴らないのかさ」と女は彼を揺り立てた女の体はずっしりと重く力も強かった心八はよろめき女は彼を押し倒したそれから時が経ち女は眠っていた片腕で彼を抱き片腕と片方の足は ヤグの外へ投げ出しそうしてかけヤグも胸まで剥いでいた新八は眠れなかったあんまり恥ずかしくって火を消さずにはいられなかったそういった女の言葉がさびた針でも差し込まれたように頭の芯で鋭くザラザラといたんだおみやのためだ新八は顔をゆがめたおみやが 彼をそんんな風に仕込んだのである。彼はお宮に仕込まれそれに慣れ慣れたことから抜け出すことができなくなった与えられた習慣は彼を捉え今では抵抗しがたい衝動となって内部から彼を抑えつけ支配するどんなに苦しんでももがいても一度その衝動が起こるとそれに打ち勝つことはできないのであった。 材木町にいた自分は隣の奥目に任された囲い者の奥の目はお宮と新八との仲を知っていてお宮が屋敷暴行に上がった後すぐに新八を手なずけてしまったあの頃からだと新八はつぶやいたすると女が鼻息で軽くうめき彼を抱いている腕が 痙攣するように彼を締めつけた安い香料と強い体のにおいが混じり合ってむっと彼を包んだ彼は吐きたいように胸苦しくなり女の腕から身を離そうとした女はまたうめき声を上げ寝返りを打って眠ったまま片方の腕も彼に絡みついた新八は あらあらしくその腕を払いのけ体をずらせそして女を押し合った「うるさいね」と女が眠ったまま言った「しつこい人だね触らないでようるさい」そしてかけやぐをもっとはぎバタッと手足を投げ出したあらわにはだかった胸で。 線の緩んだ大きな層の繁さが重たげに揺れ、ポカンと開いた厚い唇の端からよだれが垂れていた。新八は女の寝ざまを見ながら、心の中でふと、殺してやろうかと呟いた。不思議だ、と彼はやがて呟いた。こんなにも抑え難い衝動を感じさせるのに。 その後ではいつも、激しい屈辱と嫌悪に襲われる。お宮の時も、奥目の時にもそうであった。どちらの場合もその後でふと、殺してやろうかと思ったことが、幾度かあった。これはどういうことだ。と彼は口の中でつぶやいた。女の方でも、こんなことを考えるのだろうか。 そうではないようだ。女にはそんな感情はないらしい。女は陶酔し、満たされ、しかも飽きる様子がない。満たされたことに喜びを感じ、その喜びに浸っていようとする。男と女との、この相違は何だ男と女との、この違いはどういうことだと新八は呟いた。 どこかで雨戸を叩たたく音と何か言う人の声が聞こえ新八はあくびをしたおみやはきれいに変わった俺はこの誘惑から逃れることができないばかりでなくますます汚れ泥まみれになってゆくのにおみやはきれいにまるで着ていたものを脱ぎかえるようにあの咽頭な習慣から抜け出して 木娘のようにキリッとし清潔な女になった。俺に向かって真面目な人間になってくれと意見をした様子はほとんど若い母か姉のようでさえあった。どうしてあんなにきれいに変わることができるんだ。どうしてだ。と新八は考え続け女の寝息が不意に止まった。 女は手足を縮め胸をかき合わせながら頭をもたげてどこかの物音に耳を傾けた「嫌だよ」と女はだらけた声で独り言のように言った「何かあったんだね見回りだよ見回りってなんだ待ち方のお調べよ知ってるくせに」。 はドキッとしはとた役人がこんなところへ調べに来るのか。女は息を潜めた。絵画に物音と人の話し声が聞こえ、女は低い声で、やっぱりうちだよとつぶやいた。中だとこんなことはないんだけれどね。中には吉原狩りというのがあって。 むやみに待ち方なんぞの手入れはできないんだけれど、こういうところは隠れた商売だから、と女は新八を見た。教場持ちが紛れ込んだなんていう口実で、時には本当にそんなこともあるけれど、大抵は小遣いをせめるために押し込んでくるんだよ。あんた、何かあるんじゃなくって何かとは。新八は言いかけて首を振った。 俺は老人だが、侍だから。こんなところへ来る役人は下っ端だから、そんなこと遠慮しやしないよ。多分下でつかませるだろうけどさ。新八は起き直った。俺は脱走者だ。ということが頭に浮かんだのである。しかしその時、はしご団を登ってくる人の話し声が聞こえ、 女が羽を着て「早く着物を着てよ」と言った「布団を片付けるからあんたは着物を着てちょうだい」「早く」と言い新八が立ち上がると女は乱暴にヤグをたたみ隅の方へつくねそして押し合ってあった食前を部屋の真ん中へ据えた新八が着替えて帯を締めていると障子が開き「御用」 と書いた提灯を掲げて一人の男がこちらを覗いた新八と女は禅を前にして差し向かいに座った男は鋭い目つきで新八をにらみ新八は震えた「落ち着け落ち着くんだ」と新八は思っただが下腹に力を入れても体の震えは止まらないし女が を持ってとつぶやきそうしようと思うのだが手を伸ばすこともできなかったちょうちんをかざしてこちらをにらんでいた男は後ろへうなずいてから部屋の中へ入ってきそのあとから二人同心らしい若者と目明かしらしい中年の男とが入ってきた。 このお客さんの酒のお相手をしていたんですよ。と女が言った。女は派手な色の着古した寝巻きに斑点を引っ掛け、冷たい殻のとっくりを持って、男にこびた品を作って見せた。同心らしい若者は立ったまま新八を見下ろし、どこのご飯中か、と聞いた。三人とも女には目をくれず、

振り返って、目明かし邸の男に、歳は若いと言ったな、と聞いた。そしてまた新八に向き直って、住所と生命を聞きたいと言った。新八は唾を飲み、そして、本所です、とどもりながら答えた。本所のどこです本所の向こう島の牛御前の近くです。 あの辺も本所と言いますか。そう聞いたようですが、ご生命は男は板辺の方へ目をやった。それまで新八を見ていた目をそらし、言葉つきも次第に尋問区長になった。新八は脇の下に汗のにじみ出るのを感じた。道場のことを言えばいい。 明神下の道場を調べてもらえばわかる。だが、こんなところで遊んだことを知ったら、みんなはどう思うだろう。野中さんたちは何と言うだろう。新八の目には、いつも自分を疑わしそうに見ている、島田一蔵の顔が思い浮かんだ。いや、ダメだ。それはできない。道場の人たちに知らせることはできない。また、 脱走者である以上、本当の名を名乗るわけにはいかない。新八はこう思って、野中中之進であると答えた。男は板塀の方を見ていてそのままで、でたらめだな、と低くつぶやき、それからひょいと女に聞いた。この客は馴染みか女は、いいえと首を振った。 いいえ、ほんの二度ばかりです。新八は女を見た。同心らしい男は、やはり立ったままで、懐から静かにじってを取り出した。新八は、カッと逆上した。男がじってを取り出すのを見ると、いっぺんに頭へ血が昇ったようになり、我知らず、何をすると叫んだ。私が何をした私に、 何の不信があるんだお前震えてるな。と同心らしい男が言った。俺が入ってきた時から震えていた。住所もでたらめだし、偽名を名乗った。いや、会課で聞いてきたんだ。お前ここでは、新さんと呼ばれてるそうじゃないか。新八は、それはとどもった。それは、こんなところでは誰だと本名は言わないでしょう。 役人に向かってもか。と男が言った。いや、そんなことはない。今答えたのが本名だ。確かだな。と男は念を押した。では、もう一度生命と年を聞こう。年は、年は19歳。生命は、野中、野中中の心。中の心だって。 男はそこで新八の脇にかがみじってをゆらゆらさせながら「さっきはそうは言わなかったぞ」と言った新八はみじめに朗媒し「それはできることなら本名を知られたくなかったからである」と答えた「こんなところで本名を名乗っては身の恥にもなるし地友に知られても困るから」などとしどろもどろにった。 よし、わかった。と、男は立ち上がった。すまないが、ちょっと晩署まで来てくれ。どういう理由です住所を偽り、名を語り、年不相応な金を使ってる。不相応な金だって。そうさ。お前はここでだいぶ遊んでるようだ。女は二度ばかりと言ったが、会花で聞いたらもう五度も来ている。そんな金をどうして手に入れた は震えた。道場の鐘をごまかしたという事実が非常な重さで彼を押さえつけその重さで骨が鳴るように思えた新八は震えながらしかしそのくらいのことで侍一人を降印できるのかと懸命に聞き返した「辻斬りがあったんだ」と男は言った。 夕べ酔いの口に、おなり高チで、辻切りがあった。老人風で年頃も似てるんだ。それなら、刀を見てください。と新八が言った。人を切ったかどうか、刀を見ればわかるはずです。開花に預けてある刀を見てください。男は冷笑した。それがどうしたと男は冷笑しながら言った。 刀を見るぐらいのことは言われなくとも知ってる。だが刀は取り替えることができるんだぜ。辻切りをした刀をそのまま刺してるような馬鹿はそれほどたくさんはいないんだ。新八は神戸を垂れた。女がそばからおとなしく行きなさいよと言った。行けばわかるじゃないのさ。おとなしく行く方がいいわよ。と女が言い。 目明し風の男が「手数をかけるな立たねが」と言った「罰だ罰だいいざまだ」と新八は思った童心風の男が「縄はかけないから神妙にしろ」と言った3人は新八を前後から挟んで2階を降りた刀は2本とも 目明かし風の男が持ち、新八は丸腰のままで、外へ出ると、ちょうちんを持った男が先に立った。もう知らぬ頃だな、と同心らしい男が言った。霜が降りてる。今年は少し早いようだな。新八は足がガクガクした。調べられたらどうしたって、本当のことを言わなくてはならない。 道場の鐘をごまかし、あんな場所で遊んだことが知れたら、みんなは何と言うだろう。どう思うだろう。新八は息が詰まりそうになった。石川や野中たち、特に島田一蔵の鋭い部別の目が、まざまざと見えるようであった。石川、石川兵庫之助、あの人には柔術を習ってる。柔。 番所へは行けない。逃げなければならない。みんなにこの浅ましい事実を知られてはならない。逃げよう。教えられた柔術が役に立つかもしれない。やってみよう。と新八は思った。彼らは西へ向かっていた。泉橋の方へ行くらし、い。街は火も見えず、ひっそりと暗く寝静まっていた。新八は突然、 前を行く男に体当たりをくれた。その男はのめって、ちょうちんが手から飛んだ。はっという声が聞こえ、新八は右手の横丁へ走り込んだ。叫び声と足音がすぐ後ろから追ってきた。待ち気道をよけろ。走りながら彼は思った。足が重く耳の中が血で塞がったようになり。 目がくらくらした。叫び声と足音はいつまでもすぐ後ろに聞こえた道は暗く火の漏れる家もなかったおなり工事を横切る時に後ろで呼びこぶえが聞こえ彼は右へ曲がった離れたぞと新八は思った呼びこぶえの音はかなり遠くで聞こえた3人を引き離したと思い 夢中で枯れた草むらに覆われた石段を駆け上ったそこは崖につけられた石段で片方から枯れた草や寒木が覆いかかり勾配の急な石段は稲妻型に丘の上へ伸びていた石段を上りきったところで新八は草むらの中へ身を隠した内側から肋骨を土で叩きでもするように 心臓が荒く、激しく動悸を打ち、喉が塞がり、息苦しさのために胸が張り裂けそうであった。崖の下で呼びこぶ絵が鋭くなり、人の叫び声が聞こえた。捕まるきっと捕まると新八は思った。枯れた草の葉が彼の方を刺した。彼はもっと草の茂みの中へ潜ってゆき、 地面へ低くかがんだ自分の荒い呼吸や心臓の鼓動がまるですぐそばにいる他人のもののようにはっきりと高く聞こえそれが追手を呼び寄せるかと思えた崖下で「おーい!」と呼ぶ声がした「ここに石段がある上は何だ?」とその声が言った新八は息を詰め地面へ手をついた 上は人の家です。というのが聞こえた。日本橋の刈谷新助という海産物商の控え屋で登り切ったところが裏切城になってるはずです。新八は手で地面を掴んだ。枯草の根の地面は霜で浮いていて冷たくべっとりと指に粘りついた。空は明るみ始め、どこかで小鳥の声がした。 新八は口を開いてあえいだ。追っ手は石段を登ってくるらしい。崖下にも人声がして、池の端の方へ遠のいて行き、石段を登ってくる人の気配と草履の音が聞こえた。それは素早く近づいてき、やがてちょうちんの光が見えた。そっちが木戸です。この塀は回って行けるか。天神の方へ出られます。 そんな問答に続いて、すぐに、木戸が開いていますというのと、叩いてみろというのが同時に聞こえた。新八は口を開いてあえいでい、カラカラに干上がった喉が、紙でもすり合わせるような音を立てた。木戸を上けて人を呼ぶ声がし、答える声がした。その問答の間に一人がこっちへ来た。ちょうちんの光が近づき、 棒のようなもので草むらを叩くのが聞こえ、それがさらにこっちへ近づいてきた。新八は息を止めた。おい、ちょうちを見せろという声が、ほとんど耳のそばで言われたように新八に聞こえた。新八は目をつむった。棒で叩かれて、枯れ草がなり、干木の枝の折れる音がした。ダメだと新八は思った。 棒は彼のすぐ後ろに届き、倒れた草が彼の着物に触れた彼は縮み上がった「ダメだ見つかった」と思いその時木戸の方から「そっちはどうだ」と呼びかける声がして「いないようです」と答えながら草の中へ入ってくる気配がした新八は飛び上がった「ちょちんの光と」と 草を踏み分けてくる人の気配とで新八は逆上しいきなり飛び上がってその男に体当たりをくれた「あっ」という声と「いたぞ!」という叫びが起こり新八は草むらの中を走った木戸口にいた二人がこちらへ走ってき新八は逆に木戸の方へ走った「そこだそっちへ行くぞ!」という叫び声や 待て逃げても無駄だぞという声が、新八の耳を打った。あさましい浅ましい新八はそう思いながら、狂ったように草むらから飛び出し、そして木戸口に立っている男を見ると、前後の分別もなく、助けてくださいと言いながら、その男の後ろへ走り込んだ。助けてください無実の罪で追われているんです 頼みます頼みますと言って喘ぎながら男の袖に捕まった男は2人いて1人が提灯を持ち新八の様子を見たそこへ追っ手の者が4人走り寄ってきた新八は提灯を持っている男を見て声を上げた「あなたは矢崎さんですね」男は新八を見た追っ手の4人がそこへ来て その男です。と指差し。おい、神妙にしろ。と言った。新八は愛願するように。あなたは、原田様の矢崎さんでしょう。と言った。私は、矢崎トネだと相手が言った。宮本新八です。お忘れかもしれませんが。と新八は懸命に言った。 万事三年の大変の時に殺された、いや、上位打ちになった、宮本真大地の弟です。相手は、そばにいるもう一人の男を見た。彼は、矢崎・トネリで、もう一人は岡本・次郎兵イであった。二人は新八に見覚えがないらしい。だが、新八の言葉で、それが事実だということは分かった。原田家の矢崎ということも、 万事の騒ぎや宮本又一の視察されたことなど知らない人間ならたやすく口には出せないはずである。トネリはうなずいて「これは自分の知っているものだが」と待ち方のものに向き直っていった。と同心らしい男が答えた「証拠があるのですか と、トネリが反問し、新八が、証拠なんかありません。ただ年頃が似てるらしいというだけなんです。と言った。トネリは相手に、どうですかと聞き、相手は口ごもって、新八がその若さで風呂屋の梅女に通っていること、辻斬りをしたのが浪人であり、年頃も似ていることなど、あまり確信のない口ぶりで答えた。 分かった、とトネリは振り返って岡本次郎兵衛に目配せをしながら「宮本を連れてってくれあとは俺が話をつける」といった。